はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎを細くする方法を紹介させてもらおうと思います。この動画を見てもらったらですね、ふくらはぎが張っている人、または太い人、硬い人、そういった方がね、ふくらはぎを細くすることができますんで、よかったら最後までご視聴ください。で、今回はこのタートルはですね、ダイエットのジムをやってまして、だいたい月にですね、まあ200本ぐらいレッスンがあります。そのほとんどは女性でして、上半身を痩せているのに下半身が太いとか、ふくらはぎは太くて太ももが細いとか、まあ、いろんな悩みの方がね多いんですけども、ふくらはぎっていうのはすごく変えるのが実は簡単です。でも実際皆さんふくらはぎを変えようと思って鍛えたりすると太くなってしまいますし、ランニングとかね、縄跳び、ああいったことをしてしまうと逆に太くなってしまいます。で、この今回ふくらはぎが太くなる原因のほとんどがですね、半長膝という感じでですね、こういった感じで膝が後ろに出てしまって、ふくらはぎにいつも負担がかかって休む時がなくなってですね、ふくらはぎが発達して太くなってしまう、細くならないということになってしまいます。よくわかりやすい原因がですね、うんち座りができない人がですね、ふくらはぎが太くて半長膝になっている場合が多いです。こういう座り方、しっかりかかとをつけて膝をしっかり下に下ろしてですね、かかとが浮かないように座る座り方、この座り方ができずにこうなってしまう人とかは、あとはこういう後ろに倒れそうだけど、このかかとは離れないけど後ろに倒れそう、こういった方はですね、足首が硬くて膝がこういう半長膝になってしまってます。で、ふくらはぎが張ってます。こういった場合はですね、足首をしっかりストレッチしてみてください。例えばですけど、片足は後ろで片足前に出して、こういう感じで体重を前に押してみてください。これでかかとが浮かないようにギュッギュッとストレッチをしてください。左右同じようにこういう感じでしっかりね、ここの角度をしっかり前に持っててください。こういった感じで足首をいつもストレッチしてもらうと半長膝が治ってきます。もしね、かかとは浮かずに半長膝じゃないよっていう感じで、ふくらはぎが太い人っていうのはしっかりね、ストレッチをしてください。足首をしっかり上に上げて前に倒す、反対もつま先しっかり上げて体を前に倒す、こういった感じでふくらはぎ、腓腹筋をしっかり伸ばしてもらうと、腓腹筋が柔らかくなって足が疲れにくくなってふくらはぎ痩せにつながります。まあ、ちょっと長々とね、話をさせてもらってるんですけども、しっかりね、足首のストレッチ、そして半長膝をまず直していく努力、そして腓腹筋、ふくらはぎの筋肉をね、しっかり伸ばして疲れにくいふくらはぎにしてもらうと、ふくらはぎは細くなります。なので、ふくらはぎを鍛えて細くするという考えはまずなくしてください。足首のストレッチ、ふくらはぎのストレッチ、できるだけふくらはぎを疲れないようにするということがふくらはぎ痩せにつながります。なので、今回半長膝だよって方は必ず毎日足首のストレッチをしてみてください。簡単なのはですね、説明欄に貼っときますけども、ストレッチボードって言って、ちょっとこういう角度がついたところにかかとを乗してしっかりね、足首を伸ばすってものがありますんで、もしね、そういったものを使った方が楽かなって思った方は、ぜひストレッチボード説明欄に見に行ってみてください。あとはですね、この半長膝が治ってくれると太もも痩せにもすごいつながります。太ももの前側が張ってるよっていう人は、だいたいやっぱり半長膝です。ふくらはぎも張ってます。で、しっかりね、太もも細い人っていうのはやっぱりふくらはぎも細い人多いんで、この半長膝だよって方は治すと太もも痩せにも必ずつながりますので、スクワットをしても足が細くならない人、この足首のストレッチから入ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にね、足痩せのブログやってますんで、よかったらそちらにも遊びに行ってもらえたらと思います。今日はご視聴ありがとうございました。グッドボタンとかコメント、よかったら待ってます。